下村美智子は、日本のジャーナリスト、東京都出身、旧姓、山田、美保教団、第二代館長の山田幸雲の娘。母の山田和江は健康事業、総合財団名誉理事長。弟の山田忠通りは、東京三菱銀行専務取締役、三菱証券代表取締役会長、伊藤木代表取締役会長を歴任。 夫の下村光一郎は健康事業、総合財団専務理事、慶応義塾大学経済学部、ニューヨーク大学大学院修士課程修了。1965年、朝日新聞社に入社。1982年、女性記者として初めて防音、上田記念国際記者賞を受賞。在職中、1987年から1年間、 ハーバード大学ニーマン特別研究員を務める。1994年に、朝日新聞社を退社するまで、週刊朝日編集部やニューヨーク特派員を経て、朝日ジャーナル編集長や同編集委員を務めた。1992年に、朝日ジャーナルが休刊になった時の編集長であった。1995年、アジア女性基金の呼びかけ人となり、同組織の理事に就任した。 現代日本人名録第2巻644ページただ実る仏教当然太平洋を渡った仏教348ページアジア女性基金の償い事業基金事業に関わった関係者の回想基金で活動した人々アジア女性基金と慰安婦問題について語る下村道子の動画真相ニュース慰安婦問題を考える BS 日テレ真相ニュース 2014年8月19日放送立花隆僕はこんな本を読んできたありがとうございます